餅に乗せられたみかんは蛇の目に当たるわけだが、古代人は草木の赤い実を蛇の目と考えていたようで、出雲神話のヤマタノオロチの目は赤かがち、ほおずきの古語と書かれており、ほおの木、蛇の木の胃の実も、マムシグサの実も毒々しい赤なのである。めでたい時には赤飯を炊くが、それは古来赤米が神事に使われた米であり、対馬地方では今でも特定の旧家が赤米を神体として作っている。どうも古代人は稲を蛇と考えていたようで、しめ縄が稲わらで作られる理由もここにある。稲わらは蛇体で、赤い実は鏡なのだ。鏡餅の解釈に鏡、赤い米の餅も考えられるのではないだろうか。吉野女子の